山田選手、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、まずは明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。こちらの方こそよろしくお願いします。まず今、このズームの映像を見てびっくりしたんですけど、髪の毛が下がってますね。まあね、オンの時だけですね。もうオフの時は、もうはい。そんなに、遊びに行ってない時とかも、基本家にいる時はこういう感じですはい。ね。はじゃあもう、バチッと決めてるモードってのは、本当に試合の時だけなんですか？い。いや、まあでも仕事行く時とかも、一はい。応髪の毛は綺麗にはしますけど、はい。はい。もうでも、地元で結構、なんか話題になってますね。髪型が、髪型が、はい。どんな風な話題になってるんですか？いや、なんすかね、やっぱ、もうなんか、ライズより何より七三みたいな。試合より何より七三みたいな感じで言われますね。じゃあもう、どんなの使ってるんですかとか、いろんな質問も来るわけですか。ああ、結構ありますね。嬉しいですね。そういうの聞かれると。ああ、じゃあ今年は七三よりも試合のことをたくさん聞かれるような一いや、年にそうなる。なんですよ。いや、本当にね、もう、しっかり結果残してね、はい。盛り上げれるようにしたいですね。はい。では、さっきちらっと山田選手の SNS 見たら、周りからなんか結構、みんなに65キロ級が盛り上がっていないという結構厳しい声が飛んでるんですか？いや、なんかまあ、言ってる人もなんかちらほらいてるみたいなんで、はい。まあね、黙らしたいですね。はで、それはもう試合内容とね、勝ち星また続けて黙らせるしかないですよね。そうですね。やっぱ勝ってた時はやっぱみんな言うてくれてたし、はい。まあ、その時も知ってるし、まあ、この前ね、初めて負けてはい。しまったんで、まあ、そういった時も、なんかもう、昔をちょっと思い出しましたね。はい。ああ、空手家時代の悔しかったああ、時そうを思い出したって感じ。です。そうです、そうです、はい。改めてね、昨年11月の北の戦の敗因っていうのを、まあ、振り返っていただきたいと思うんですけども、どうして負けてしなんまったと思いか、ますか？やっぱり現状に満足してたんでしょうね。まあ、ぬるま湯に浸かってたっていうか、それぐらいじゃないですか。別になんか、まあもう負けは負けで自分自身も認めてますし、まあもう試合内容がどうのこうのっていう、あれも言うつもりもないですけど、まあやっぱり自分自身のその気持ちの持っていき方っていうか、なんかこう本来の山田恒成が出てなかったよって終わってからみんなに言われましたね。じゃあ、そういった言葉はやっぱり胸に響きますよね。本来の山田恒成が出てないなんて言われたら。まあそうですね。なんかまあ、なんか悔しいですね。自分自身が一番悔しいっていうか、なんかこうね、100%出して負けたんやったらなんかこう、素直に飲み込めれますけど、なんか確かに自分自身もなんかこう、気持ちも乗ってなくって、いけるとこいけてないな、みたいな、試合何回も見直してやっぱ思いますし、そういうのも。それはやっぱりあれですか。一道場の主となって、しかも結婚して子供も生まれたっていう、この部分がやっぱり忙しかったっていう側面もあるんですかね。まあ、だから、ねえ、そういうところに満足してたんでしょうね。よくないですよね。コロナまあ、が原因になりました。いえ、まあ、地元自体ね、まあ、田舎で、まあ、関東、関西、まあ、東京、大阪に比べると、もう、出てる人らも少ないんで、まあ、そんなに影響はないですけど、まあ、もともとそんな、環境がいい場所でやってるっていうわけじゃないんで はい。まあ、そういったとこもね、跳ねのけながら自分はやっていきたいって、まあ、心に決めてるから、まあ、なんていうのかな。言い訳にはしたくないですよね、それを。なるほど。わかりました。じゃあ、
今回ね、初防衛戦になるじゃないですか。ああ、そうですね、はい。はい。やっぱり通常のランキング戦とか普通の試合と、やっぱりタイトルマッチ、チャンピオンシップってやっぱちょっと違いますかね、構え方が。ああ、違いますね。実際1回タイトルマッチ、ね、山口さんとやった時に、はい、経験してますけど、全然なんかこうモチベーションが違うっていうか、うん、やっぱベルトかかってますからね、はい、楽しみでしかないですね。挑戦者の実方選手はどんな印象なんですか？うまいですよね、うん、うまいなっていうイメージがあります。なんかタップロン戦の時、まあタップロン選手がなんかこう仕上がってないっていう感じもなんかまああの試合ではちょっと感じたんですけど、はい、まあでもそれでもやっぱああいう風な一回ダウン取ったんかな、ダウン取って勝ってますからね、うん、うまいとは思いますけど、はい、まあでも自分を負けるつもりもさらさらないし、はいはい、だからもうね、前回の試合をしっかり払拭できるような試合をしたいですね、はい、あやっぱりじゃあもう、うん、新しい2021年の山田恒成が見れるような感じになりますかね。あそうですそうですそうです、はい、もうそれを期待しててくださいっていう感じですね。具体的にどんなイメージを抱いてますか、自分ではその新しいって部分は。あなんかこう殺気が殺気が漂うような山田恒成を見せたいなと思いますね、はい。あやっぱこうデビューしてからの前半ぐらいが一番楽しかったんですよ。もう試合で出ても、うん、なんかこう空手でやってる時とはまた違うような感覚でライズの試合出れてたんで、うん、そういった感覚でやりたいですね、次の試合は。ああじゃあもう今回の初防衛戦でも得意のローキックがどんどん出ますかね。ローキック出したいですね。ローと、うん、まあ、言わんとこかな。じゃあ、もしかしたらこの言わんとこうかなって部分かもしれないんですけど、今、カーフキックとか流行ってるじゃないですか。ああ、はいはいはい。このカーフキックとかってどうなんですか？まあでも、空手の時から使ってたし、はい。まあ、実際今、誰でしたっけ？堀口さん？堀口さんがやって、ね、今すごい話題になってますけど、はい、まあ、その前からもやってる選手もいましたし、はい、まあ、自分自身もやってたんでそんなに驚きっていうのはなかったですけど、はい、なるほど。じゃあ自分は自分で普通に使うって感じですね。そうですね、はい、もう出していけれたらもうどんどん出していきます。はい、わかりました。今回は自分ではどのあたり、まあ、序盤中盤終盤どのあたりにこう山が来ると思いますか、試合の。いやまあでももうどうなんですかね、向こうもタイトルマッチやからね、使用試合嫌やなって思ってると思うし、はい、自分もやっぱり、うん、倒すことが一番かな。まあそれがね自分の戦いかなって思うし、うん、やっぱ判定は良くないですね。判定は良くない、ね、やっぱしっかり KO で決めないと、はい、面白くないです、はい。じゃあ実方選手相手にタイトルを防衛しても次はもうすぐに北野選手とのダイレクトリマッチ行きたいって感じですかね。そうですね、もうなんていうんですかね、あんまりね今言いたくなかったですけど、はい、まあ、それしっかりね自分が結果残して勝ってから、うん、みんなの前でねリングの上で言えたらいいかなって思ってたんで、とりあえずまあ今はね実方選手に対してしっかりまあ敬意を持ってじゃないですけど、うん、まあ相手もね挑戦者決定戦でしっかり決めてきて自分と戦うという立場になってるんで、はい、その思いもしっかり受け止めて自分が勝ってで、うん、リングの上で言いたいですね、言いたいことを。はい、わかりました。じゃあね今試合にタイトルマッチに集中したいっていうことだったんですけども、あえてちょっと聞きたいんですけども、2月28日に原口選手が2キロ上げて、まあ、つまり65でペットパノムルン選手ってグローリーのチャンピオンとやるじゃないですか。
これやっぱり意識しますよね。いやすごいっすよね、ケント君マジで。まあ実際一緒にね、練習とかもしてきた仲間なんで、まあ、純粋にすごいなっていう、うん、まあ、応援もしてますし、はい、まあ、2キロ上げてのケント、まあでも60何キロ、7キロぐらいでやってましたよね、夏ぐらいに。はい、まあ、あの試合見てもやっぱケント君すごいなと思うし、うん、はい、まあ、65でやるんで次はとりあえずね、まあ、本人はいつも上げるつもりないみたいな感じでなんかチラチラは聞いてますけど、はい、まあでも楽しみですね、めちゃくちゃ、はい、じゃあ山田選手は山田選手でこれからもう自分のバリューをどんどん高めていって、もうあれですもう夜の世間の流れとして、まあ、原口対ペットパノモルの勝者とやるぐらいの流れを作りたいですよね、当然。まあでもそれぐらいのね、あの自分も土俵に上がっていきたいっていうか、はい、うん、その気持ちはありますね。でもケント君とやりたくないな。うん、なんか、まあ、どうなんですか、向こうも多分そういう風な思いあると思いますけど、うん、まあでもお互いね切磋琢磨して頑張ってるんで、次の試合もね応援してますね。はい、わかりました。あのじゃあ今回のサネカタ戦に向けて、まあ、いつものように大阪に出稽古とかも行かれるんですか？もう行ってきました。もう行って早い。2週間ぐらい1週間ぐらい、いやもう今回4日間ぐらい、3日間4日間ぐらいしか行ってないですけど、まあちょっとコロナの影響もあったんで、あんまりちょっと長い期間滞在っていう形は今回ちょっと取れなかったんで、うん、はい、まあ、でもちょっと詰めてスパーリングだけをやらさせてもらいました。対人練習が一番できないんで自分は、うん、対人練習を。じゃあ結構いい感じでもう仕上がってるわけですね。そうですね、もうなんていうんですかね、自分の動きができたら多分もう負けないですね。負けないと思います。はい、もう自信しかないです。はい、ありがとうございます。はい、じゃあすみません最後にですね、山田さんのファン、ライズファンに向けてのメッセージ新春のメッセージと、この試合にかける意気込みをお願いいたします。はい、明けましておめでとうございます。次のタイトルマッチはしっかり65キロ山田康生、っていう名前をねしっかり覚えてもらえるような試合をしたいのと、でも改めて、まあ、今応援してくれてるファンの人たちにもね、しっかり自分の思いを届けれるようなね試合をしたいと思います。はい、KO で勝ちます。オス。はい、ありがとうございます。